ました。東北両者の後ろに5番の百瀬も続いていきます。3番の山本はこの辺りで引いていくかバックストレッチ。誘導員の後ろ6番のマフネに変わっています。3番の山本は下がって3番手の内側あたり。5番の百瀬と並走しています。百瀬が3番手こだわりを見せる。誘導員の後ろ6番のマフネはペースを落としています。後方から5番の百瀬上がってきた。6番のマフネと踏み合う形だが、ここは百瀬が前に出て残りが1周。2番手は6番のマフネが入る形になって、3番手に2番の野崎、外から巻き返していこうというのが3番山本だが、少し苦しい体勢か。バックストレッチ、2番手から6番のマフネが踏んでいく。その後ろ2番の野崎、さらには1番の大崎、3番の山本はいけません。4コーナーから直線、6番のマフネが先頭に帰る。外から2番の野崎が伸びてきた。2番の野崎が突き抜けた。ゴールイン。